どうもピョキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。エストロール、ロングパイプイズロングパイプ、長い土管は間違い土管ということですね。あたかも自分が訳したように言ってますけど、説明文にそうなってますこれ制作者さんから提供してもらったんだけど、海外であったとあるイベントで準優勝したトロールコースらしいんですよ。まあそれがどういうコンテストかはわからないんだけど、準優勝って聞いただけですごそうに思えない。あれですよ、あれ、食べ物とか化粧品とかで何とか賞受賞って書いてたらすごそうだなと思ってそれと一緒にすんな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 そういや最近さ、急に気温が下がってきて、めちゃめちゃちょうどいい季節になってきてない？まあこうやってね、急に気温が下がると風邪をひいちゃう方もいるかもしんないんで気をつけてくださいね。という好感度を上げておく。この辺は隠しブロックはないのかい？ないみたい。左のブロックは、いや魚が出てくると思ったんだけどな。ただのコインか。じゃあこっちのハテナ、外枠ハテナ。ちょっと気になってることがあるんだけど、矢印の下の針になぜって書いてるじゃん。これ絶対なんか意味あると思うんだよな。バグを作るのがめちゃめちゃうまい達人だからやられませんよみたいな。一旦当たってみようかまあそんなわけはないよな。だからこの針は無視していきたいと思います。まあこっから本番開始っていう感じだろうね。右には進めそうにない。このオンオフブロックも変わらない。じゃあ一旦左って言おうか。いや、フラワー取れるのかな。魚が出てくると見て、だから一旦右に逃げるよ。おいおいおい、サッカーバッグ使ってんじゃないよ。右からは、右からも取れない。じゃあ下に行くっていう感じで、じゃあ下に行きたいと思います。バグのお出ましが早いって。まだ全然動画撮っていけてねえって。じゃあ上を進化すればいいって書いてた。上を進化したらなんでそんな土管に戻んのよ。まあまあこれは全然戻ればいい土管に入れませんね。なんで入れないのよ。見てみてほら、こんなに勢いつけてるのに、さっきは入れた土管に入れないんだよな。あ、今度こそこの針がなんか意味あるみたいな。わーい、面白い真似をしてくれるじゃねえか。さすがトロール制作者の名人ユートさんだね。じゃあここは上を進化して土管に入れたたたたたにょー。わけわからんて。じゃあ土管に入らないように上を進化で、次に上を進化でいいんじゃない。これでもう助けてみんな、たくさんのマークが僕を襲って。そういや最近新しいマイク買ったんだけど、次の動画からはそのマイクでやっていくかもしんない。まあ悪くなるっていうことはないと思うんだよね。どうする、めちゃめちゃイケモンになってたら、ピオキングって実はこんなにイケモンだったんだみたいな、やってみるなみたいな。司令とバグを持ってくるな。 Why did you enter ドア、なぜドアに入ったの、知るか。いやマイクを変えるのって結構不安もあるんだよね。今のマイク僕の絶叫に耐えてるけど、次のマイクは耐えるかなみたいな、そういう不安がありますね。じゃあここは何もしないでいい。そして上のツタに捕まれませんね。またこっちのドアに入ったんじゃねえか。何か変わってるぞ。 YD というのも同じ同じ同じなら隠しブロック叩きます。でドアに入らない。でこの隠しブロックは壊してくれるんだね。で上のツタに捕まったら何か急に襲ってくるとか、そういうことはないよな。こっちにも抜けれない。だからすぐにどかの方に行く。撮影するんだって恥ずかしいところ撮影するんだって。これは次なんか変わってるとかそういうことはない。いや好都合さ、僕はさっき撮れなかったこのハテナの中身を撮ってみせるぜ。ここだ、魚。上を進化しちゃいけないみたいです。だからこの場所で何もしないでジャンプをするだけで、この場所に来た。でこっからどうするかだよな。ハテナ叩いてみようか。そしたら鉄球が出てきてこの上に行けっちゅうことかな。でブロックはすり抜けるため、よし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 中間ポイントゲット。でこのコースはね、なんでか中間ポイントを取ったらスタートからやり直しをしたらいけないみたいですね。さあ進んでいこうか。ゴールが見えたぞ。ゴールさせてくれる隠しブロックとかは、うわーなさそう。いやワンチャンこれが何か。豚はいいって、もう突っ込んでろって。隠しブロックあったよ。こっからどうかして行けないかな、向こうのゴールまで。うわ無理っぽい。じゃあ一旦この土管に戻るしかないのか。でこっからまた戻れみたいな感じ。あ、こっから右ダッシュしたらいいみたいだ。長っお前何成長してんだよ。さっきの違うやんか。ちょっとだけ、しかもこっちに来んなって。だるまさんが転んだしてるわけじゃないのよ。じゃあもう一回戻ろう。でもうちょっとこっちに来てるんじゃない、さっきの友達まで連れてきやがった
じゃあ次は3つになってるっていう感じかな。で4つ5個6個になって最後は圧死されるみたいな。いやこれさ、やられ方ちょっと楽しみだね。様子見てみようか。まあこの間僕がね喋れなくなったらカットしたいと思います。次で5個目か。で6個目で圧死されるんじゃない？次も来るとこないよね。ちょっと喉がおかしくなってきてるけど、この次多分ね僕圧死されると予想したね。さあどうなる。うっせぇなんで落ちてた面白い面白いじゃねえか。こっからが問題よ。これ以上もう行くとこないよな。お題よデーデルソン、これ以上僕を持て遊ぶとデーデルソン言うとさんよ。こっからまたさらに左に行くみたいだ。え、これどこまでやんだろうな。この魚はやられることはできなさそう。これ避けれない。いや無理だね。じゃあどうやってやられることができるんだろう。もう一回行きます。いやでもねこれちょっと見るのは楽しみになってきてるよ。こっから、あ、赤いまた来た。無理やわ、これやられるの絶対無理やわ。もう完全にもてあそばされてるね。もう噛んだけど。でこっから左ゴールできるんじゃないの。ゆっくり行こうか。ゆっくり右に行ってここだー。やったー。さあ中間ポイントからなんだけど、最初の砲台が押してくるまでにちょっとだけ時間があったじゃん。だから急いで行けばゴールができますみたいな。そうだろ。あへへへへ、僕が何をしたって言うんだい。いつはいつは僕をひどい目に合わしやがって。いやーやったー。いや久しぶりにこんなバグり散らかしたコース見たね。めちゃめちゃ楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース1の1バッドアトライティングスピードということで、1の1だけど稲妻のように速かったということですかね。説明文にスタートから最初の土管に入るまで下押しっぱなし、最初の土管から出てからゴールするまで右プラス Y 押しっぱなし。最初の土管から出てからゴールまでっていう日本語はちょっと意味がないんだけど最初の土管から出てゴールまで右プラス Y 押しっぱなしって言いたかったんだろうね。でこのコースもね、さっきのバグトロールと一緒に送ってきてもらったんだけど、どうやらバグを使った1の1みたいですね。ただクリア率が 100% あるから絶対にクリアできると思います。それじゃあやっていこうか。まあ、ライティングスピードって書いてるからめちゃめちゃ早くゴールするっていうコースなんじゃないかな。でも最速が27秒近くかかってたような気がするんだよな。じゃあ下押しっぱしてこういう感じで、いやめちゃめちゃバグってんじゃん。でこっからどうすればいいの。それを説明して。すいません、説明してましたね。最初の土管に入ったらそっから右を進歩って書いてた。だからこっから常に右を進歩すれば右の土管に入れるんじゃないかな。もうバグりすぎだろ。もう完全にワープしてんじゃんマリオが。でこっから右を進歩やばこのコースめちゃめちゃヤバくない？で相当早くクリアしたと思うんだけど、何秒でクリアしてるんだろう。2秒こんなに早くクリアできる1の1見たことねえよいやこれはね、前回世界一早くクリアできる1の1っていう動画出したと思うんだけど、それをはるかに凌駕してるね。いやさすがと言うべきか、すごく面白いバグ1の1でした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、さって読むのかな。これはのっぺらぼうさんのコースですね。まあのっぺらぼうさんといえばバグトロールを作る天才みたいな感じの人なんですけど、これは一発マリオみたいですね。そうやって DM で送られてきました。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.92%。 まあ本人から DM が来たんじゃなくて別の人から来たんだよね。あののっぺらぼうさんが一発マリオ出してますよみたいな。いやそれはやんなきゃいけねえなと思って。さあゴール条件は靴を履いたままゴール。まあ、速攻靴はもらったけど右上にちょっと見えてんだよな土管が。あっちの方に行ってみようか。これはダブルシャッカラー。ただの一発マリオっていうわけじゃなくって、ちょっとした騙し要素もあんのね。じゃあすぐに土管の方に行きます。下は絶対落とし穴だと思うよ。左に逃げます。危ない危ない、潰されるところでしたよ。僕はもう石エッジに潰される未来しかないのかな。あ、こっち来ないんだな。この石エッジ、この一キャップは何。バカにしてんのか。残る道は一つしかない。この下に行こう。この下に。やっほー。
全然一発マリオじゃない。誰これ一発マリオですって送ってきてくれた人、ただのトロール講師やんか。目の前がゴールだったら全て一発マリオって言うわけじゃないんだよ。では送ってきてくれてありがとうね。さあ、買います。ゴロデスクそのまか。まあでもそんなに長いようなコースじゃないと思うんだよね。じゃあオンオフします。でちくわブロック落としてすぐにドアの方に入っちゃうか。こか乗ってやもうよ。とうとう僕を怒らせてしまったみたいだね。なら次こそ見てみるがいいぜ。あ、のっぺらぼうさんだけに目はないから見れないみたいですね。なら次こそ聞いておくがいいぜ、僕の悲鳴をね。じゃあここは右を進化してキノコを取る。そしてここでドアに入ればいいでしょうね。左に戻すとかそういうことはないよね。靴があるじゃねえか。この靴を取って土管に入ればゴールみたいな。オーバー。ならこの靴は無視していこう。このクリボーだけは処理しておこうか。ちょうどよかったよ。お前が履いた靴なんて臭くて耐えられてんだよね。もう靴なんか履いてやるもんか。靴はどこにいる。くそ、もう分かったもんね。ここで靴を避けます。でこの靴さえ手に入れればもうゴールができるっちゅう感じなんじゃないの。やっほーしゃいやこのコースもすごく短かったですけど、やっぱりのっぺらぼうさんのコースっていうのは腹を立たせるうまいですねまあ、すごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。皆様、僕のチャンネルでユーとのっぺらぼうと来たらテロルも入れていかないといけないよな。まあこんな魔女どうでもいいんですけどまだこんなこと言ったら言われちゃうって。テロルさんだけ当たりがつってさまあ正直やるか悩みました。トロールトロールトロールってきてちょっと鬱陶しいかなってね、動画的に。でもこの3人が一緒に出てる動画って僕1回も出したことないからさ、1回出しておきたいなと思って、だからこのコースやっていきたいと思います。マイマスターピーストロールレベルということで、私の傑作トロールっていうことですね。自分で言うな。ちょっと動画に出してやるからってすぐ調子に乗るんだから、この魔女が大丈夫かなこんなこと言ってそれじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 3.07%。 まあこれもね、すぐに終わるトロールコースだと思います。説明文にワンスクリーントロールって書いてたし、一画面トロールっていうのは教えてもらってるんですよ。最初から殺意高すぎや。どこに逃げればいいか分かんないのよ。一番左か、ここだったら全てをかわせる。でこのファイヤーフラワー取って、こっからどうするかよ。すぐでファイヤーフラワー取った瞬間すぐ右のバネのところに行く。これで大丈夫だ。落ち着いた。で左に行っても何もない。右の方に行ってみようか。これで何か出てくるとかそんな感じなんじゃないかな。ほらほら、やっぱり出分かってんだ。やめてください。バネに乗ります。でここから右にジャンプすればツタが出てくるのは分かった。このキノコ取っておこうか。このキノコを取って上に行けばいい。どけよ今日最初から最後まで叫んでばっかりだって。喉が終わるよ。なめるな。一回引っかかっちまえばもうこっちのもんなんだよ。砲台を避けます。そしてここで、3本に当たって右のリンクのところまで行っちゃうか。もういいってそういうの。なんかね、パーの上にバーがあって行けなかったんだよな。もう一回ちょっと勢いつけて行ってみていい。うわ、やっぱ行けそうにねえわ。バーレが出てきた。ここ隠しブロックあるんじゃねえの。分かってる分かってる。そんな子供騙し通用しねえよ。ちょっと先にファイヤーが出てきてくれてよかったな。横で指で弾く弾く。ゴールが見えて、あのゴール行けよ。あっあっあっ、いや、いける。これゴールできるよ。よっしゃいやー、やっぱり一画面騙しコースっていうのは面白いね。目の前にゴールがあるからさ、いつゴールできるんだっていうスリルがマジでたまんないね。すごく楽しいコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。一発マリオその10、ドッスンということで、説明文はまあ読まなくていいけど、あえて本気で読んでいきますか。プルルパペペーデシュ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 プルルパペペ。このコースですね、ドッスンがいっぱいいるんすよ。見りゃわかんだよ。だからそのドッスンをどうやってかわしていくかっていう感じのコースですね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.96%。 正直ですね、開始2秒以内にやられる自信しかありませんね。こういうのはね、やられてやられてどんどん覚えるっていうのが常識なんですよ。ちょ待て待て待て、バタンカー。どうすりゃいいの、こんな急に襲ってくるとかさ。あ、今みたいにかわせばいいのか。うまいね。すぐに理解していこうとこう。でこっから右に行って、右に2体小さいドッスンがいると思うんだけど、あの間をスピンジャンプで抜けていくよ。見てて、一発で決めるぜ。よしよしよし。うるさい、みんなびっくりしちゃって。そんな大声あげよったら、
これ上から行った方がいいのかな、なんか今上から行けそうじゃなかった、ただその間を何回もくぐっていくのが難しそうなんだけど、ここでスピンしていけた、一発でいける男で、このゴールバーに近づいたらゴールができますみたいな、その間に入れて頼む、どうして、いけるか、いけるか、なんかいけそうな感じあるんだよね、あそこあのゴールポールの棒みたいなのがあるじゃん、あいつが来た時に下に降りればゴールできますみたいな、たぶんそんな感じ、よっしゃ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 いや、こういうドッスンが大量にいるコースってね、いろんなゴール方法があると思うのよ、それもね、いろいろ探していくのも楽しいかもしれませんね、どうもご視聴ありがとうございました。